ウォーキングの消費カロリーを 20% アップできる体幹トレーニングを紹介します。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ウォーキングの際の消費カロリーを 20% アップさせる体幹トレーニングということで、オールフォーソラシックローテーションというエクササイズを紹介していきます。今回より体幹部を鍛えるためにレジスタンスバンドを使用していきます。このバンドがない方はですね、バンドなしでも一緒にすることができます。ですが、このバンドがある方はですね、バンドの強度、一番柔らかい分を使用してもらって一緒にエクササイズを行っていきましょう。で、今回消費カロリーがアップできるという話なんですけども、体幹部がしっかり安定していると、骨盤がしっかり安定して正しい姿勢で歩きますので、より消費カロリーが上がると言われております。体というのは常に楽をして生きていきたい、力を抜いて生活をしたいっていう省エネになってしまいます。そこで筋力がある方はですね、しっかり筋肉を使う意識を持って日常的に生活をしていますから、筋力がない方よりも筋力ある方の方が消費カロリーが高いです。そこで体幹がある方はですね、体を支える筋肉が身についてますから、どのエクササイズをしても筋肉がない方よりも効かすことができます。日常的に生活するだけでも姿勢を正す意識ができますから、消費カロリーをアップすることができます。ですので、体幹部をしっかり鍛えるというのは基本中の基本です。アウターマッスルよりまずインナーマッスルを鍛えて、フォームを安定しなければエクササイズが効果的に行えませんから、まずは体幹部をしっかり安定させるということがポイントになります。ではやり方を説明します。まずゴムバンドがある方は膝にセットしてください。膝にセットした状態で四つん這いになります。はい、こうすることで膝でゴムが動かないように押さえることができます。ここから片足後ろに伸ばします。このゴムを持ち上げることによって、お尻と太ももの裏、脊柱起立筋が鍛えられます。ここから今回は足をついている側の手を頭の後ろに置いて、体を回旋していきます。その時に腰が反れないように、お腹を少し引き締めた状態で、肩からかかとまでまっすぐのイメージで体を回していきます。そうすることで腹筋と脇腹を鍛えることができます。ですので、このエクササイズ一つでですね、脊柱起立筋、腹直筋、外腹斜筋、お尻、ハムストリングを鍛えることができます。これを左右10回ずつゆっくり行っていきましょう。歩く時の姿勢、日常生活の姿勢が改善されて消費カロリーがアップします。一緒に10回ずつ行っていきましょう。バンドがない方はなしでゆっくり行ってください。では行きます。行きます。反対もいきましょう。OK です。お疲れ様でした。今のは10回1セットしかしてませんけども、効果的に行う場合は10回もしくは20回というのを2、3セット行ってください。というのも、1セット目っていうのは少し体が力を試してしまいます。ですので、2セット目3セット目ってすることでしっかり筋肉を使うことができますので、時間がある場合はですね、2、3セット行ってもらえたらと思います。体幹部がしっかり安定することで姿勢の改善、反り腰、内臓下垂、下腹ポッコリ、そういったものが改善されます。ですので、アウターマッスルよりもまずはインナーマッスルをしっかり鍛えて、それからいろんなエクササイズをするようにしてもらいたいと思います。
頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズを載せていきます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。